茨城町にあるかなにあります宮沢キャンプ場、あ、新沢公園キャンプ場なのかな。今回で3回目になりますね。で、今から、タープとテントを張っていこうと思います。
いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらの方、8月20日で、こちらですね、2時33分で 31.2 度、日陰のところでね、31.2 度になります。思ってたより涼しいですね。来るときはね、車の中ね、34度になってたので、ちょっとね、暑いかななんて思って、覚悟してきたんですが、結構ね、これがね、効きましたね。結構ね、これで、この間はね、滝のような汗かきながらだったんですけど、まあ、この間ね、日向で設営してたっていうのもあるんですが、日陰だったっていうのもあって、これもね、結構効いて涼しく設営できました。でね、心膜の方、立てる立てるって言ってた。結局今日天気いいのに、こちらですね、チャイハネのテント、ワンタッチテントでね、今回ね、しましたね。ちょっとね、暑くてね、テント設営辛いかなーなんて思っちゃって、で、その新しく買ったやつはね、どっちかっていうと、冬活躍しそうな感じのテントだったので、まあ今回はね、暑さもあって、それでね、具合悪くなっちゃったらどうしようもないからね、ワンタッチテントで少しね、設営の方楽にさせてもらいました。で、まだね、途中なんですが、お腹空いちゃったので、軽めにお昼食べていこうと思います。いつもね、ここでお昼でしっかり食べちゃってね、夜食べれないんで、今回は、来る途中でコンビニで、こちらの梅おにぎりだけ買って、あとはちょっとね、お菓子の方も食べて、軽めに食べようと思います。本日のサイトの感じはこんな感じでーす。種とチャムスのこちらコラボ商品、袋がね5種類の色でね、かわいいですよね。味はね、オリジナルバーベキュー味ってなってるんで、ちょっと楽しみにしてたんですが、どれを食べようかな。ピンクにしようかな。ブーミーでこちらいただきます。今日はですね、初めてこういう、なんていうの、成形してある炭を使ってみるんですが、こういうの初めてなんでね、どんな感じなのかなーって思って。で、一応これやってるのかわかると思って、焼き鳥をね、焼いてみたいんですよね。うまく焼けるといいんだけど、串がね、焼け落ちちゃったりとか、あとは中が生煮えとかだったら嫌だなーなんて思いつつも、でも、一応ね、ずっとやってみたかった焼き鳥なんで、やってみようと思います。で、風がね、まだね、ちょっとあるんですよね。こちらの湖面の方から。ただ、前回も前々回、こちら今回3回目なんですけど、2回とも、やっぱり昼間はすごい風が吹くんだけど、日が落ちると、すごい穏やかになった。覚えがあるので、ちょっとね、あとは予報もね、一応6時ぐらいからね、風が
弱まるような形になってるので、それを待ってから炭火かな、どうしようかな。本当はね、明るいうちにね、もうやり出しちゃいたいんですけどね、日がね短くなったから、昨日なんかね6時半ぐらいになったらもうすでに結構暗かったんでね、日が短くなってきたかなーなんて思ってるんですけどね。今日はね、いよいよねシェラカップ炊飯をやろうと思って、一応 0.5 合お家で、トイレ、これのところに入れてきました。水をどれぐらい入れるのかな、でも多分多めの方がいいですよね。一応こちらのね200の目盛りまで水入れてみました。でまあね、お家からねトイレ来てるんでだいぶ給水はされてると思うんですけど、これでもうちょっとね給水させようと思います。今ね6時ですね。やっとね30度切って涼しくなってきました。ではこちらご飯の方で炊飯していこうと思います。こんなもんかな、中火ぐらいかなと思ってます。どうしたのでね、ちょっと弱火にしました。で結構熱くなってたんで、缶がねちょっと怖いんで風防も少し開けてます。誰かがねかき混ぜたりなんかしてましたよね。やってみようかな。炭に火をつけようと思います。ちょっとやっぱ風が強いかな。怖いかな。風がね、やっぱりね、あるのでね、こちら風防をつけます。炭がね、あったかくなってきたので、焼き鳥、ネギマですね。こちらのネギマを焼いて
いこうと思います。塩コショウでね、味付けしようと思います。あ、これ先が引っかからないか。とりあえず2本かな、で塩コショウこれに入れてきたので、これでやっていこうと思います。あ、炭にくっついたとこ真っ黒くなっちゃった。炭火って結構時間がかかるんですね。本当にじっくり焼く感じで、ちょっとね時間配分がね間違っちゃったので、サラダね焼きながら食べちゃっておこうと思います。火力がね弱いと思ったらね、だいぶ分ぐらい白っぽくなってからがね、急に火力出ましたね。そしたらね、結構ね焼けてきましたよ、だんだん。あ、っていうかネギ焦げちゃった。最初のうちはちょっと火力がつかないんですね。早めに火つけておいた方がいい感じですね、このやつだとね。次の時はうまく時間見て早めに火をつけようと思います。あ、これだとちゃんと火が中まで入りそう。生は嫌だからね。ご飯はね、もうだいぶ前だったんでちょっとね冷めてきちゃいました。こんな感じかな。食べてみます。うん、大丈夫そう。芯も残ってないし大丈夫な感じですね。うまくいきました。なんかね火力が強くなりだしたらねめっちゃすごくって忙しくなっちゃった。食べようと思います。焼き鳥ね、ちゃんと火が通ってるかね不安だったんですけど大丈夫ですね。じっくり焼いたから中まで火が通ってます。ただ炭火を前に食べるのは暑い。夏はちょっと厳しいですね。冬やりたいですね、またね炭火ね。そういえばね、健康診断のね結果がね来ましたよ。で一応ね、要精密みたいなのは今回ありませんでした。ただ相変わらずコレステロールとかがねちょっとね高いんでね、やっぱちょっと運動しようかなって感じです。食べ物のね量はねちょうど良かったですね。ご飯もあれぐらいで、ほんと 0.5 でちょうどいいぐらいで、これだとね少しねおやつも食べてからね寝れるかなって思います。で一応ねこちらの炭の方から焚き火をしようと思って、一応ね薪の方をね用意してたんですけど、なんかね暑くてねやっぱりちょっとやる気をどうしようかなって今考えてるんですが、外の気温はねもう風がね涼しくねなってきたんで、すごい心地よくねなってきたんですが、やっぱりねこの炭のね熱風がね
来るんですよ。だからね、焚き火どうしようかな、1本ぐらい燃やしてからもうやめようかな今日はね。今ね8時過ぎなんですが、だいぶ涼しくなったので焚き火もね楽しめる感じになりましたので、ちょっとね薪をね追加しました。向こう岸のね明かりがね見えてね、湖面にそれが映ってるんですよ。スマホじゃね撮れないですけど、とても綺麗です。波の音もね静かになりましたね。風がもうほとんどない感じですね。それではまた明日。ただね明日はね早々ね撤収作業なので、明日の朝はそうですね、朝ごはんの撮影と撤収作業の撮影で終わっちゃうかなと思います。おはようございます。今日はね早起きできたので朝日ね拝めそうです。いい天気、この景色がね見れるからね、キャンプはね早起きの方がいいですよね。撤収終わりました。7時ちょっと過ぎなんですがね、結構汗だくになりましたね。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。